はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回は、カホンに合わせて、いろいろなシンバルを叩き比べてみようっていう動画になっております。で、日本だとですね、カホン演奏するときに、スプラッシュシンバルを、こう、アクセント的に使うのが多い、一般的かなと思うんですけれども、これ別にですね、カホンはスプラッシュって決まっているわけではなくて、結構海外のプレイヤーなんかは、カホンに合わせてでも、K が大きいクラッシュシンバルとか、はたまたライドシンバルなんかもですね、使ったりすることもあります。で今回は僕が所有しているシンバル、一応8枚をですね、叩き比べてみて聞いていただこうと思いますので、ご自身のシンバル選び、あるいは音楽に合わせたセッティングのですね、参考にしていただければいいなと思います。はい、ではまず今回使うシンバルをザザッと紹介していきたいと思います。ちなみに僕がジルジャン好きなのでですね、ほとんどのシンバルはジルジャン製となっております。しからず。はい、まずはこちら。これは6インチ A カスタムのスプラッシュシンバルです。同じく6インチ A のスプラッシュシンバルです。こちらは9インチ K ハイブリッドのスプラッシュシンバルです。こちらは12インチ K カスタムダークのスプラッシュシンバルです。で左で行きまして、こちらも K カスタムダークですね。これは17インチのチャイナシンバルです。はい。これだけ、ジルジャンではありません。イスタンブルメメットのオラショエルナンデスのシグネチャーモデルですね。サイズは15インチのクラッシュシンバルです。このオラショのシリーズはですね、めちゃくちゃ薄くてパーカッショニスト向けだと思います。はい。クラッシュシンバルも1枚入れておきます。K のコンスタンチノープルの16インチクラッシュです。で、ライドは、K コンスタンチノープルの20インチハイベルライドですね。これはカホンでジャズを演奏するっていう動画でも使ったシンバルです。はい。で、シンバルを素手で叩くときの叩き方なんですけれども、僕の場合は、大体こう、指先ですね。1本指か2本指。で、指先でシンバルの端の方を叩く。まあ、スプラッシュならですね、どういう風に叩いても、ある程度なるかなと思うんですけれども、こういうふうに K が大きいシンバルとか、厚さがあるシンバルは叩き方によっては、なりにくいかなと思いますので、うまいことですね、このシンバルの端のあたりを狙って指先で、叩いてあげると、まあ、ふくよこになってくれるかなと思います。はい、それでは一通り叩いてみますので、聞いてみてください。you
い、というわけで今回はカホンに合わせたシンバルの叩き比べでした。参考になれば幸いです。動画に関する質問などありましたらですね、お気軽にコメント欄にいただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではですね、パーカッションを広めるべく、いろいろな情報発信やレッスンなどを行ってますので、ぜひチャンネル登録、高評価、シェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。